天保の改革は、江戸時代後期の1841年から1843年にかけて、水野忠邦が老中としていった政治改革です。水野は財政難や外国船の来航など、幕府が直面する諸問題を解決するために、以下の施策を実施しました。倹約令贅沢を禁じ、物価を下げる、株仲間解散物価を操作していた、株仲間を解散する、天保の治水洪水対策を強化する、天保の殖産産業振興を図る、天保の文教教育制度を改革する。天保の改革は多くの成果を上げましたが、水野の強権的な態度や、改革のスピードが早すぎたことから、反発も大きくわずか2年で失敗に終わりました。しかし天保の改革は幕府の財政難を解消し、外国船の来航に対応するなど、幕末の日本に大きな影響を与えました。天保の改革の失敗は幕府の体制がすでに限界を迎えていたことを示しています。しかし天保の改革は幕府の改革に取り組んだ最後の試みであり、その意義は歴史に残っています。